はい、こんばんは。今回も白猫プロジェクト遊びたいと思います。前回に引き続いてね、爆炎の料理人破滅級行きたいと思います。サブミッションがオリアのみのパーティーでクリア、すべての宝箱をオープン、3人以下のパーティーでクリアね。なんだろうな、爆炎の料理人だからラーウェイのイベントのはずなのに、ストーリータコパス中心の話になってたね。何なんだ。俺のメニューは。あ、やっとカニ来た。あいってカメレオン、あいつ出てった瞬間速攻に転がるのやめてよ。痛い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 超痛い。うわあくそ、あいつおりゃ、あーようやくカニを倒せた。カニと出会えただけでこんなに達成感あるってどういうことなの。イエーイ、おー、カニ、あー倒れた、うわー、くっそ、あの野郎。そっか、カニ全種類出てくるんだね。ようやくカニ出てきたと思ったら、全然油断してた。あ、報酬いまいちか。絶級の方がなんかお金とソウルは良かったね。ルーンも破滅級だからって言ってそんなにめちゃくちゃもらえるわけでもないし、なんだこれは、あれかな、あのデコレーションを集めるイベントなのかな、よくわかんない。まあまあこんな感じで一応ちょっとエビチリおじさんダウンさせちゃったけどね。多分これで一通り終わりだよね、破滅級だから。まあなわけで今回はこれで終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。